ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは、ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回は第3節の徳島戦のこと、そして次節のホームいわき戦のことなど、また選手や監督にたっぷりとお話をしていただきましたので聞いていただきたいと思います。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さてでは早速ここからは選手たちの声をお届けいたしましょう。今回は3月9日に行われました仙台での練習後に選手たち一人一人にお話を伺いました。まずはここまで試合終盤に出場しチームを引き締めるようなプレーを見せてくれています。背番号4番ディフェンダー八塚選手です。八塚選手にお話を伺いいたします。練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日仙台 89ers の試合を、はい、行かれたということで、はい、久しぶりに行かれたんじゃないですか試合自体は。そうですね、はい、はい、年始の1月1日に行って、はいはい、でそれ以来、うん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 、はい、いや、やっぱりパワーもらいました。あ、本当ですか、はいはい、僕も実はあの試合見てたんですけど。あ、本当ですか。昨日、はい、いらっしゃるのを見て、はい、ちょっとおおと思って見てたんですけど、はい、ご自身 の, ベガルタ仙台の試合の方にお話伺いたいと思うんですけども、3試合連続で途中からの出場で試合を締める形で、今プレーしてるなというふうにも思いますが、いかがでしょうか、はい、ここまで、まあ、負けなしで来てるっていうのは非常に大事なことで、徳島戦に関しては勝ち点2を失った形にはなってしまいましたけど、はい、敵地っていうことも考えたら1以上を獲得して帰ってこれるのはアウェーではでかいので、まあ、最低限のチームとしての成果なのかなとは思います。前向きに捉えられるという感じですね、はいはい、まあ、それを受けてご自身としてはどうでしょう、さらに今後レベルアップしていきたいなって今思ってることとかありますか。そうですね、まあ、実は試合数多いんで選手が怪我したりとか累積だったりとかいろいろハプニングとかあるので、まあ僕のようなちょっとユーティリティ性のあるいろんなポジションができるっていうのは僕の強みでもあるんで、まあそういう選手が一人いると監督としてもワンポイントで使ったりとか誰かが抜けたらそこを埋めたりとか、そういうチームをつないでくれる選手も必要だと思うんで、いつでもどこでも行ける準備をしていきたいなと思ってます。まあ、そういう存在がベテランである八塚選手っていうのは本当頼もしいんじゃないかなと思います。僕は ありがとうございます、はい、引き続きもちろん期待してるんですけども、次の試合はいわき FC、はい、試合の日だったりとかその対戦カードだったりっていう部分では、うん、非常にその東北のサッカーファンからすると特別なものを感じる方多いんじゃないかなと思いますが、はい、いかがでしょう。はい、もう僕自身も、まあ、42試合の1試合ですけど、まあ、特別な一戦と特別な相手だと思うんで、まあホームですし、いわきさんと熱い試合をして福島の皆さんだったり宮城の皆さん東北全体に元気を与えられたなと思います。そしてやはりホーム連勝というところも期待するサポーター多いと思います。はい、そうですね、やっぱりホームでは勝ってアウェーでは勝ち点1以上を持って帰るというのはすごい重要なんで、勝って特別な試合を勝利で飾りたいなと思います。楽しみにしてます、はい、最後にそういう同じように楽しみにしているサポーターの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。はい、最後まで一緒に戦っていただいてベガルタを応援してくれている人たち全員で喜び合える試合にしたいと思います。一緒に戦ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてここまで全試合でフル出場、前節は今季初得点も挙げました背番号15番ディフェンダー菅田選手です。菅田選手にお話を伺いいたします。練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは前節、今季見事な初得点でしたけれども、振り返ってみていかがでしたでしょうか。得点シーン、そうですね、はもうあそこが開くっていうのも分かっていたし、元からまあいいボールが上がってきたので、やっぱあとはもう中で合わせるだけだったんで、それが得点につながってよかったです。打点の高いヘディングだったなと思って見てましたけれども、はい、もうやっぱ狙ってましたか。
そうですね、はい、うん、狙ってました。あのセットプレーでの動きっていうのも、あの事前に練習などはしてたんだ。そうですね、こいちゃんがちょっと相手を引きつけてくれて、うん、でそこの生まれたスペースに自分が走り込むっていうのも練習通りだったんで、それがまあ綺麗に決まってよかったです。やっぱりあのヘディングっていうのはすごい武器になるんじゃないかなと思って見てましたけども、はい、今後もその得点量産期待しているポターも多いと思いますが、いかがでしょう。はい、まあ、そこが自分の持ち味なので、私、まあ、目標も5ゴールっていうのも決めてるので、まあ、それをしっかりセットプレーから、まあ、ああいう形で決めれればもっとチームも楽になりますし、まあ、助けれる部分もあるかなと思うんで、まあ、これからまあ残り39試合あるんで、たくさん狙っていけたらいいなというのは思います。ただ試合としては1対1ドロー、まあ、あの敵地で勝ち点1というのはかなりポジティブに捉えられるかなとも思うんですが、菅田選手の立ち位置としてはいかがでしょうか。まあ、残り時間少ない中でやっぱ失点してしまったので、まあ、そこは1人少ないからといってやっぱ言い訳せずに、やっぱあそこの局面でやっぱ守れるチームっていうのはやっぱ上に目指せると思うので、まあ、簡単にやっぱシュート落とせないことですし、まあ、あの時間帯でもやっぱきついからといってやっぱ下がるんじゃなくて、やっぱラインをもう少し上げれれば、まあ、あの位置に打たせれるシーンがなかったのかなというのを感じているので、まあ、そこはしっかりもう課題として、まあ、次に行かせていけたらいいなというのは思います。そうですね、それを生かして次の試合、はい、ぜひまた勝利というところ、あの願っていてるサポーターも多いと思いますけども、はい、その次の試合、いわき FC との試合、まあ、この3月2週目の試合というのはかなりあの思いがまた違ってくるんじゃないかなと思いますが、菅田選手としてはいかがでしょうか。この試合は、まあ、まあ、宮城にとっても大切な試合だと思うので、まずはもう勝利を届けられることが多分一番いいと思うので、まあ、そこをしっかり目標にやっていきたいと思いますし、まあ、内容にもしっかりこだわってやっていけたらいいなというのを思います。まあ、前回の反省はまあしっかり次のいわき戦ではぶつけていけたらいいなと思いますし、まあ、次はまあしっかりホームで勝つことだけを考えて、まあ、今週もしっかり練習やっているので、まあ、それをしっかりまあ勝利に導けたらいいかなというのを思います。ちなみにいわき FC の印象って塚田選手ありますか。まあ、勢いがあるのと、まあ、結構まあ縦に速いサッカーだと思うので、うん、まずはそこに相手の土俵に乗らずに、やっぱ自分たちのペースに持っていけることが大事だと思うので、まあ、相手の長所を消しながらやっぱやっていきたいなというのがあります。今日の練習でもかなりその監督が主導権を握るというところをかなり強く意識するような感じで言ってましたけど、はい、そのあたりですよね。そうですね、はい、自分たちの時間をいかに作ることが大切だと思うので、そこをしっかりやっていきたいなというのがあります。ありがとうございます。最後になりますけれども、次の試合に向けての意気込みをお願いします。まあ、圧倒的に勝利を目指していけるように、まあ、しっかりチーム全員で戦っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。攻撃の部分でも守備の部分でも坂田選手に期待する部分本当に多いと思いますので、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ホーム練習を目指して願ってますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてこの選手の今季初得点もそろそろ見たいというサポーターも多いと思います。背番号9番フォワード中山選手です。中山選手にお話を伺いいたします。練習お疲れ様でした。お疲れ様です。まずはここまでの試合、3試合連続で、まあ、中山選手出場しておりますけれども、開幕してからここまでいかがですか。そうですね、まあ、勝ち点はねまだ1回負けてないんで、あの積み上げれてるとは思いますけど、やっぱりその得点がねあまり取れてないところは、ちょっと課題でもありますし、やっぱりもっと点取らないと勝てないと思うんで、そこはもっと僕自身ねフォワードなんでこだわっていきたいところではあります。見てると調子が悪いということではなさそうですけれども、やっぱ一つのタイミングとかそういうところですかね。そうですね、やっぱりあの僕自身早く1点欲しいし、なんで、まあ、僕のことだけ言えばやっぱりフォワードはやっぱ点取ってねちょっと乗ってくるというかね、そういうところもあるし、はい、チームもねあの得点入っていけばいい感じでこういけると思うんで、やっぱり得点はもっともっとこだわっていって練習からやっていきたいなとは思ってます。その量産体制に入るっていうところで言いますと、次はホーム戦ですのですごくいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。そうですね、あのやっぱり特にその、ね、いわきさんとの試合でね、まあ、いろんな人がこう注目していると思いますし、まあ、その中で、ね、得点取って自分のゴールで、ね、勝てたら、まあ、すごい嬉しいですし、まあ、それを目指して毎試合あのやっていきたいなと思ってます。中山選手自身その次のいわき FC、うん、印象ってどういうところありますか。まあ、僕自身そのいわきさんをそこまでその試合あんまり見たことはないんですけど、イメージとしてはやっぱり前にこうどんどん前に前にっていうサッカーだと思うんで、
で、あとはやっぱりそのやっぱり体ね、あのいっぱい鍛えてるし、うん、フィジカルも多分すごいあると思うんで、はい、あのしっかりいい準備していかないとっていうところがすごいあります。ただフィジカルという部分ではやっぱり負けられないですよね。まあ、まあでもサッカーはね、はい、まあ、あのそれだけじゃないんで、はい、でそこでもまあ頑張りたいですけど、まあ、やっぱりけども今は僕ゴール欲しいんで、うん、はい、それをどうやって取れるかっていうのを常にこう考えてプレッシャーになと思ってます。もう相手をなぎ倒すようなぐらいの、うん、ものすごいゴリゴリいってのスーパーゴールっていうところですね、うん、やっぱそうなると、うん、まあまあでも僕ねそんななんかこう自分の得点のその形っていうか、まあなんかまあどんな形でも取れればいいなっていうふうには思ってるんで、はい、なんでまああのまあ貪欲にね、うん、そこはまあ行きたいところではあるんで、あの準備はしっかりしたいなと思ってます。あとはやっぱフォワードとしては複数得点というあたりもそろそろっていうところをやっぱり皆さん狙ってるんじゃないですか、うん、まあそうですよね。絶対もうフォワードはね、フォワードというかフォワードだけじゃないですけど、はい、やっぱり前目の選手というかねっていうのはまあやっぱり得点ねいっぱい重ねたいですし、チームとしてもやっぱり2点3点取れたらね、あの勢いづいていくと思うんで、そこはもうしっかり狙っていきたいなと思います。ホーム連勝楽しみにしているサポーターも多いと思いますので、そんな皆さんに最後気合のメッセージをお願いします、はい、そうですね、徳島戦はちょっと悔しいね、あの追いつかれ方というか、してしまったんで、次のホームの、いわき戦は、しっかり僕たちの、持ち味というかね、一人一人がねしっかり伸び伸びプレーして、見てる人がこう楽しんでもらえるように、そしてまあ結果がついてくるような、アグレッシブなこうサッカーをうちにしたいと思ってるし、僕も見せたいと思ってるんで、はい、ぜひあの楽しみにして、あのまたスタジアム足運んでもらえたらなと思います。ありがとうございます、はい、サポーター一緒になってみんなで俺マサとやりたいですね、うん、そうですね、あの、まあ、そのためにもう僕はもう最善の準備をしてもう貪欲にゴール狙っていきます。期待してます、はい、ありがとうございました、はい、最後はこの日に行われましたメディア向けの伊藤監督の囲み取材の様子をお聞きいただきましょう。まず次の試合について相手のいわき FC の特徴をどのように見るかということなど聞かれ、このように答えていました。あ、そうですね、まあ、相手はやることははっきりしてきているので、まあ、そういう意味ではそこをどうやって我々は打ち破っていくかというところも必要ですし、まあ、そこの強度というところも含めてやはり戦う姿勢というところはすごく重要になってくると思いますので、まあ、セカンドボールを拾えるか拾えないかで、まあ、彼らの力を反映してくると思いますので、我々としてはそこのセカンドボールというところはちょっと意識しないといけないかな。まあ、スモールフィールドに、ね、押し込みながら縦へ速い攻撃というところ、そこにセカンドボール拾って、まあ、そこからカウンターというところと、まあ、あとシンプルにクロス上がっていくというところ、まあ、この辺すごくしっかりやってますし、まあ、あとは守備のところはハードワークします、して同サイド同サイドというところにしっかり固めてきますので、まあ、そういうところが特徴なのかなと思います。次にこの日に行っていた練習でサイドチェンジを意識したものがあったことについて聞かれ、このように答えていました。どちらかというと我々って同サイド同サイドに行くチームっていうか多いので、まあ、その辺のチェンジサイドっていうところは意識をしないといけないというのも、まあ、常々言ってますので、まあ、より一層やはり、まあ、今回のゲームっていうところはそこの意識っていうのはすごく重要なのかなと思います。そして次の試合、前節の試合を受けて出場停止の選手が出ることでディフェンスのメンバーが変わることが予想されますがという質問に対してはこのようにお話をしてくれました。まあ、まずはキャンプを通じて選手たちがしっかりとそれは把握しながらやってくれたこと、まあ、これが一番だと思いますので、まあ、誰が出てもそのやるべきことっていうのはそんなに変わらない、まあ、その出た選手の特徴でやはり変わっていかないといけないかなというふうに思いますので、ベースのところは変えずに、しっかりとそれをやりつつ、まあ、出た選手がしっかりとね、チームとして、やってくれることはすごく期待してますし、だからそういう選手を使いたいなと思います。またその次の試合が3月12日に仙台で行われるということについてはこのようにお話ししてくれました。そうですね、当時のことを思い出すと本当にすごく恐ろしい、本当にこれあってはいけないっていうような思いですごくありますし、まあ、それでそこからね復興してきてこうやってね、サッカーもできるようになりましたし、街もねだんだん綺麗になってきて、まだまだ残ってるところはあると思いますけど、でも本当にそういうのも含めて、やはり我々がやはりこの宮城の仙台の、まあ、ベガルタっていうチームがやはり、象徴となってやっていかないといけないっていうところのそういう思いでいっぱいです。本当にそのこの時にやるっていうこと、それも相手がいわきだっていうところも
含めてやはりそこはすごく意味のあるゲームだと思います。ただ我々がやはり J2 優勝するためにはやはりこのゲームっていうのを特別の試合というよりもやはりしっかり勝ち点3を取る、やっぱそういうところにしっかり地を足つけて戦わないといけないかなというふうに思ってます。最後にその次の試合に向けての意気込みを語ってくれました。そうですね、本当に一緒になって、やはりこの宮城という地で、強いベガルタというのをね、皆さんと一緒に作り上げていきたいと思いますし、やはり勝利というものをね、皆さんと一緒に喜び合いたいと思ってます。以上今日はここまで。次のホーム戦いわき FC との試合に向けての選手監督の声をお届けいたしました。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2023明治安田生命 J2 リーグ、次の試合は第4節です。3月12日日曜日、ベガルタ仙台対いわき FC の試合、ユアテックスタジアム仙台で午後2時キックオフです。この試合は河北新報復興応援試合となっていまして、マッチデーイベントとして元ベガルタ仙台選手の太田義明さんと鎌田二郎さんによる復興トークショーが富田慎吾クラブコミュニケーターを交えて行われます。太田さんと鎌田さんは2011年の東日本大震災後の J リーグ再開初戦、川崎フロンターレ戦で劇的なゴールを決め、ベガルタ仙台を勝利に導きました。当日はその時のことなどいろいろなお話が聞けると思いますので、お楽しみにしててください。なお太田さんと鎌田さんは私及川と富田クラブコミュニケーターとで配信いたしますリアルタイム実況アプリガヤールでの公式生解説にも参加予定です。こちらはスタジアムで試合を見ながらスマートフォンで聞いて楽しめる実況解説となっています。ガヤールというアプリがあればどなたでも無料で聞くことができますし、ユーザー登録をするとチャットで質問や感想などを聞きながら直接皆さんからこちらに送ることができます。この日だけの特別配信、ぜひ3人にいろいろな質問などをしながら一緒に試合観戦をしている感覚を楽しんでいただければと思います。また前節に引き続きオープニングフェスティバルを開催。この試合ではグラブデーとしてつかむをテーマにした様々なイベントを行います。2000連続となる来場者プレゼントをつかみ取るなどしてチームと一緒にスタートダッシュを決めましょう。そしてシーズンの終了時には J2 優勝と J1 昇格をつかみ取るため、この試合も共に戦っていきましょう。その他にもイベントが盛りだくさん、ユアテックスタジアム仙台でぜひ皆様のお越しをお待ちしています。詳しい情報はベガルタ仙台のオフィシャルホームページをご覧ください。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。